これは家で採れたピーナッツです。これを今から簡単に行ってみたいと思います。まず殻を剥きます。剥き終わりました。じゃあこれを電子レンジに入れます。で、600ワットで2分ぐらいにしてやってちょっと様子を見ます。今1分経ったと思います。パチパチいってます。いい香りがしてきました。少し蒸気が出てます。まだちょっと足りないようですので、もう一回やってみます。あと1分ぐらいやってみます。今40秒ぐらい経ったところです。いい香りがします。ほとんど水分も抜けてちょうどいい具合に焼けたみたいです。